11月17日に開催された BWF ワールドツアー、熊本マスターズジャパン、熊本県立総合体育館スーパー500。4日目は各種目準々決勝が行われた。日本勢は各種目に出場し、海外のライバルたちと日本のファンの前で激闘を繰り広げている。男子シングルスは桃田健人、大林拓真渡辺幸樹の3選手が準々決勝に登場。 この中でベスト4に勝ち進んだのは日本 B 代表の大林だ。相手はデンマークのアンダース・アントンセン。強烈なスマッシュを武器に持つ相手に対して、大林は持ち前の粘り強さを発揮。第1ゲーム、攻撃的に仕掛けた大林が21から12で制すると、第2ゲームを奪われた後のファイナルゲームでアントンセンが失速。全力で走る気持ちで、 という大林が体力勝負をものにして、スーパー500の大会で初のベスト4進出を決めた。久々の上位進出を狙う桃田は、中国の石き CU チーと対戦。今年7月の韓国オープン以来の対決となった勝負は、第1ゲーム、出だしは余裕があって、いいリズムでプレイできた、という桃田が接戦を展開したが、21から17で石行きが先制する。 第2ゲームに入ると、スピードで上回る石行がポイントを重ねて桃田を圧倒。攻めてを書いた桃田が引き離され、最後は12-21。桃田は準々決勝で敗れた。女子ダブルスは松本真由、長原はカナ、桜本綾子、宮浦玲奈の2ペアが準決勝へと勝ち進んだ。松本、長原は、タイの1番手ペアに2対0で解消。 テンポよく攻撃を仕掛けてベスト4に進出した。桜本、宮浦も、マレーシアのタンティナーを相手に前半から積極的に攻め込みにゼロで勝利をつかんでいる。混合ダブルスの渡辺優太、東の有沙は、マレーシアペアを15本、16本で制して準決勝に進出。男子選手の強烈なスマッシュに苦しむ場面もあったが、 ディフェンスでしっかりしのいでポイントを重ねた渡辺、東野が白星をつかみ取った。